次このソーダちゃんが死ぬんだよな。うつい。エミレと3つの丼はすべて綺麗に空になっていた。全部食い切りやがった。お箸使えるんだ。えらいね。はい。ソーネは日本が大好きでありますから、言葉も文化もたくさん勉強しました。日本は侍と魔法少女の国であることはバッチリ勉強してきたであります。ぜひ一度会ってみたいものであります。え、魔法少女の国って言われてんの？それ初なんだけど。海外じゃあんまり魔法少女って使わないんかね。なんか日本だと結構今魔法少女ものの漫画いっぱい増えたよね。それこそマドカマギカっていう漫画アニメかな、ちょっとどっちかわかんないんだけど、多分それをきっかけに一気に増えたよね。ところでそこのお嬢様。お嬢様っていうのは違うかな。名前を教えるわけにもいかないし、お姉さんの方がいいかな。では改めまして、お姉様、お願いがあります。さんではなく様になってしまっていることの指摘は諦めた。なんだお願い。この流れだとデザート？もういいよ。その代わりデザート食べたらちゃんと話してね。これは約束。ありがとうございます。約束、ソーニャ、約束したでありました。ああ、素直にデザートだったか。ソーニャの代わりに死んでくださいってありますとか言うかと思ったけど違ったね。あ、そのボタンはソーニャに押させてください。可愛いなこの子。結局ソーニャはデザートにパフェとケーキを両方頼んだ。おい、お財布にダメージが半端ねえ。体は小さいのにどれだけ大食いなのだろう。つられて私もデザートに小さなパフェを頼んでしまっていた。あ、終わった？おわ、増えてる。パフェの容器増えてる。お粗末様でした。デザートまで綺麗に平らげてからソーニャは元気よく言った。一つをゆっくりと食べている私よりも彼女の方が早く食べ終わってしまった。半端ねえな。もういいでしょ。分かってるよねという確認を取ったつもりだ。相手は子供だけれど、これは取引でもあるのだ。この子が満腹になったら、どうしてライオン館の前で倒れていたのか、なぜにすぐ名前を明かしたのか、他にも全て話してもらう。わかりました。ソーニャはソフィア・プリズネツィ・アレクセーヴナと申す者であります。長いのでソーニャと呼んでください。やっぱなんか貴族とかっぽいよね。てかさ、カードのなんだっけな、できる条件ってなんかしっかり頭の中で考えなきゃいけないじゃん。俺がっつりこの名前覚えきれないの。カード生成されないかな。大丈夫かな。いや、それさっき聞いたから。お姉様は面白いってあります。からかってる？声も怖いであります。もってことは他に何が怖いの？顔でありますね。初めてお会いした時から怖い方だなと思っていましたであります。めちゃ失礼なんだけど。可愛いじゃん、リンカちゃん。まあ、ソーニャも可愛いけど。ソーニャは満面の笑みで言ってみせた。あまり気にしていないとはいえ、目つきが悪い自覚はあるので、こうもはっきり言われると少し傷つく。女の子らしさが出たね、リンカちゃんの。で、話をそらさないで。すみません、お姉さまはいい人だったので、もう少しお話をしたかったんでありますけれど、ご迷惑でしたね。心配しなくて大丈夫であります。今週末の選定、次の脱落者はソーニャでありますから。ん？どうして？もうなんで指揮悟ってんの？彼女は笑顔で、だけど少しだけ陰りかなのある表情で告げた。言っている意味を理解するのに私は時間を要していた。どうした？ちょっと嫌なんだけど。悲しいじゃん、ソーニャ。自分でもどうしてこうなるのかよく分かっていなかった。都心ということもあり、ファミレスは混雑していた。待っているお客さんもいたらしい。店員さんにそろそろご退店をお願いしますと声をかけられてしまった。あら、話の途中にもかかわらずだ。急にだね。だっていっぱい食べたんだからそんなこと言うなよとか思っちゃうけど。ソーニャの言葉の意味を私はまだちゃんと分かっていなかったのだ。だから、
なんで？すごくいい雰囲気のお店でありますね。リンカちゃんのね、プライバシーとかセキュリティ激甘だよね。私はソーニャをライオン館まで連れて帰ってきてしまった。相手だというのに、敵だというのに。他にゆっくり話ができるところも思いつかなかったし、ソーニャはよくて中学1年生にしか見えない。しかも私は制服だし、日も落ちているので外を歩いていると警察に声をかけられるかもしれないからだ。ああ、そっか。そうだよな、10時以降は学生さん外歩いちゃいけないんだっけ。むこい。にゃんこ、なんでそんな言葉知ってんの。で、レテ、あんた来てたんだね。あれ、初登場じゃね。あ、そんなことないかな。全部と久しぶりにレテの姿を見た気がする。餌箱は毎度空になっていたので無事なのは分かっていたけれど。にゃんこにゃんこ、日本の猫さんもかわいいってあります。ほら、パサジール、猫さんってありますよ。パサジール、にゃー、かわいい。パサジールというのはソーニャが持っているぬいぐるみのことのようだ。これちょっとフルイラストで見なきゃじゃん。あー、かわいいのなんのやっていこう。雑貨屋によくあるストラップになっているような手のひらサイズのぬいぐるみ。クマがモチーフだからテディベアとでも言ってた、言ってもいいだろうか。かわいいな。女の子だな、ソーニャちゃん、本当に。そのぬいぐるみと一緒にソーニャはレテの首の皮を引っ張ったり、ほっぺたをグニグニしてじゃれている。いいな、猫触りてえな。気難しい猫なので私が同じことをすれば引っかかれそうだが、あらら、相手が子供と分かっているのか目を細めて何とも言えない表情でされるがままにしていた。空気の読める猫だな。仕方ない、今日はミルクも用意してあげるよ。ソーニャにもお願いするってあります。とことん甘えてるよね、ソーニャ。はいはい、ちょっと待っててね。自分の家ということもあり、私の方も自分のペースで行動することができた。私はソーニャの牛乳を机の上に置き、エテのミルク皿を机の下に置いた。そしてソーニャが座った後、私は向かい側に座った。エテはというと、ソーニャから解放されるや否やミルク皿へと飛んでいった。お、バイバイ。やはりあの扱いは嫌だったらしいやっぱな、ペットって触られるの嫌がるとかって言うよね。まあ、撫でられるのも好きな人は好きだろうけど、違うの、撫でられるのが好きな子は好きだろうけど。はい、でありますね。どうした、すごい真面目な空気だ。ソーニャは両手でグラスを持ち口をつけた。ん？ファミレスの時もそうだったけれど、彼女のそういう所作には育ちの良さが出ていた。私がうなずくと、ソーニャはレテとじゃれていた時とは打って変わって落ち着いた口調で続けた。言葉通りの意味でありました。そう、誰に追い詰められたんだろう、ソーニャは。ですが、お姉さまはソーニャのことを信じてくれたでありますね。だからここに連れてきてくれた。ちゃんと話してあります、ソーニャのこと。でも聞かせてほしいであります。どうしてソーニャを信じてくれたですか。自分の名前を教えたり、次の脱落者だって宣言したりするメリット、あなたにはないでしょう。それに私の情報を探りたいって感じでもなかった。感覚で信じたわけではない。ソーニャが子供だからって油断したわけでもない。来る途中わざと遠回りをした。ソーニャが万が一他の参加者と協力していた場合、尾行の可能性もあったから。ああ、そうか、それを確かめたかったのだ。だからね、あなたには悪いけど、あなたのことを信じたわけじゃないんだ。私が信じたのはあくまで私だ。まあ、リンカちゃんもやっぱケイコさんとの件もあったし、ちょっと慎重になってきてるよな、だんだんと。お姉さまは顔に似合わず優しいでありますね。顔のことは触れてやんなよ、うん、一言余計なんだけど。お、真面目な話を切り出すところでレテがちょうど泣き声を上げた。ミルクを飲み終わって満腹なのか、そのまま机の下で丸くなってしまった。かわいい。ソーニャはレテを見て微笑んだ。ソーニャの家も猫を飼っていたであります。ソーニャは病気でほとんど家を出ることがなかったでありますから、猫と本とイン
トと、そしてバサジールが友達でした。あ、病死か、ソーニャちゃんは。ソーニャの死因はもう分かったでありますね。病気です。もっと詳しく知りたければ教えますが、必要ですか？うん、今はあなたの話を続けて。カードは生成されなかったが、話を聞くことを優先する。ソーニャがこのように話したいということは、つまり死因を教えていいということだからだ。本当にソーニャは自分が次の脱落者だと思っているのだ。その理由の方が気になる。女神の選定によってソーニャは一時的に生きることができています。お姉様と同じように、ソーニャはパパとママに選定のことを話しました。いつもより元気なことがその証明になりました。ああ、なるほどな。信じるしかないか。だって明らか死にかけだった子がいきなり治るっていうのもおかしな話だもんな。ですが、ソーニャの病気は選定の最後の一人になっても治るものではないと思います。つまり12週間寿命が伸びても、その先は長くはないということです。選定が終わっても病気は完治するわけじゃないってこと？はい、そういうことだと思うであります。だからソーニャは負けてもいいと思ったであります。代わりに許された時間だけでも外の世界を見たかったってあります。家の中から世界を見て、ソーニャは日本に憧れていたであります。日本の文化、忍者侍ではない現実の日本に触れてみたかったであります。カードブックを手にした時、少しワクワクしてしまったってあります。ソーニャの大好きな日本のアニメでは、魔法少女はこのようなカードとカードブックを使って変身して戦っていました。ソーニャの未練は世界を見ることであります。それを叶えたかった。いや、もう未練かっこよくね。なんかこんなちっちゃいのにさ、世界を見るって。私のカードブックが光り、カードが生成された。ソーニャはそれを見てにっこりとした表情を浮かべた。ファミレスで見せたどこか寂しげな表情だ。悟ったような彼女の顔は、まだ小学生くらいのあどけなさとは不釣り合いであった。だからしばらく様子を見た後、パパとママと一緒に日本へ旅行することに決めたのであります。ソーニャが脱落したら、パパもママも旅行のことを忘れちゃうかもしれないですけれど、せめてもらった時間を有意義に使ってみたかったのであります。でも一人でいたってことは何かあったんだね。はい、その通りであります。ソーニャたちが様子見をしていた間に、ソーニャの使命のカードを持っている人はソーニャたちの行動を見張っていたみたいなのでありました。これまたもしかして12番じゃねえか。空港に着いてタクシーに乗ったのですが、それこそが罠でした。罠？はい、選定の参加者さんでありました。パパとママを殺されたくなければ情報を教えろ、そういう脅しをされてしまったのであります。いや、ソーニャの言葉を聞いて私はまさかと悪い直感が働いた。ケイコさんの息子や他の赤ちゃんたちを人質にしたあの男、アラン・スコーピオンとやり方が似ている。その人って12の男の人だった？いいえであります。ほんまに？じゃあオデットさんか。もうそれしか言え。彼女の否定を受けて私はほっとすることはできなかった。それはつまり似たような手段を取る人が他にいるということだからだ。二人組でした。あは、やっぱり3番の男の人と
11番の女の人です。マジか、あの2人。その2人が会ったことありましたですか？ソーニャの質問に私は首を振って答えた。でも印象的にはなるよね。3番の男、フェデリーコ・カルミナーティ、私が使命のカードを持っている人物だ。夢の世界で見た彼は背の高い細身の男性だった。11番の女性は2回目の選定で7番の男性を脱落させた人だ。12番のスコーピオンさんと同じようにとても冷徹な目をしていた。まさかその2人が協力関係にあったとは。3番の男性に対してはこちらが使命を分かっているから多少有利に働くと思っていたけれど、あの女性と組んでいるのなら有利はないのと同じだろう。これリンカちゃんが先に仕掛けんのかな。番号的にはリンカちゃんが1番に仕掛けられるもんな。でもな、私は遮ったことにごめんと添え、ソーニャの話の続きを待った。パパとママのためソーニャは自分の情報を教えたであります。しかし男性はそれだけでは済ませない。持っているカードを全部教えろと言ったのであります。容赦ねえんだけど。ソーニャは11番の方のカードを持っていたであります。未練のカードです。だから言ったであります。となるとフェデリコちょっと有利になるんじゃね、オデットさんに。教えてもいいでありますけれど、仲間割れの原因になるでありますよと。女性の方を見ながら、怒られるかと思ったであります。でも11番の女性は笑ったのです。こいつは面白い。この年であのおっさんよりも肝が据わった交渉をしやがる。それにこいつの未練を見たか、世界を見ることだってさ。いいじゃねえか、させてやろうぜ。私はなかなかに気に入ったぜ、このガキのことをよ。11番の女性は豪快な声でこのように話したという。ただし条件がある。変な気を起こさないように最後の1日以外はソーニャは両親と別行動で観光することだそうだ。なんでさ、最後の1日までいさせてほしいんだけど。約束さえ守れれば彼女らはソーニャのことを邪魔しないし、両親に手を出さないということである。そんなの勝手な条件だ。ソーニャのためじゃない。女の人が情報を知られたことを察したから、未練と顔を手がかりにソーニャたちが情報を集めるのを防いだだけ。ごめん、いきなり大声出して。もうさ、関係ない人物のことまで心配しちゃうもんな、リンカちゃん。お姉さまは怖いですけど優しいってありますね。脱落させるべき相手のソーニャのために怒ってくれるなんて。でもいいんです、パパとママが助かるであります。それにさっきも言ったように、ソーニャはどうあっても長くは生きられないでありますよ。ソーニャは死を受け入れているの？死を受け入れるでありますか？死んでも仕方がないって思ってるってこと？はい、選定が始まる前からです。ソーニャは自分が病気だと分かった時からずっといつか死ぬって分かってましたから。これがソーニャの寂しげな微笑の正体だったのだろう。お医者さんからか両親からか分からないけれど、病気の彼女はきっと何度も余命を聞かされてきたのだろう。大切に育てられたことはソーニャを見ていれば分かる。だがソーニャにとって近い将来に迫る死の運命はずっとそばに立ち続けていたことだろう。ずっと分かっていたっていうことは、ずっと覚悟していたということは、ずっと怯えていたということでもあるのだろう。辛かったね。私はソーニャの頭を撫でていた。やばいんだけど、もうすっげえ。まださ、先手始まってすらいないのにさ、もう泣きそうなんだけど。恵子さんの時に簡単に同情してはいけないと学んだはずなのにもかかわらず、私はこうせずにはいられなかった。ソーニャはきっと両親のため、周りの人のため、死を諦め気丈に振る舞っていたのだろう。だが心から死を受け入れられるはずはない。その証拠が顔に現れていた。
死ぬのは分かっていたことであります。だから辛くないと思っていたでありますが、本当に辛くないのか今は分からないであります。私は彼女を真の意味で助けることはできない。いくらソーニャが私より年下でもかわいそうでも、自分が死ぬのと引き換えにはできないから。そもそも今日出会ったばかりなのだ。ソーニャとはまだ友達になってもいないだろうに。けれども私はどうしてかソーニャのために何かできるかを考えていた。ソーニャはずっと不思議そうな顔を浮かべていた。きっとまだ彼女は自分でも自分の心を理解していない。おかしいことはない。私だってそうなのだから。レテの姿はいつの間にか消えていた。空のミルク皿が照明の光を浴びて濃い影を作っていた。ちゃっかりしてる猫ちゃん。私はその間ずっとソーニャの頭を撫でていた。いや泣くでしょこんなソーニャちゃん。あら、お泊まりか二人して。私服のまま寝たか。おはようっす。元気いいな。うわ待って、こう並ぶとさら、なんつうんだろう。リンカちゃんほんとちっちゃいよね、やっぱり。ソーニャと身長差あんまねえし。お姉様、起きてください、でありまーす。かわいい。いきなり耳元に響いた声に驚き、私は思わず声を出してしまった。声の主はソーニャだ。あの後ソーニャから宿を取っていないことを聞き、仕方がないのでうちに泊めることにした。しかし驚きました。漫画喫茶という宿泊施設にすぐ泊まれるものかと思っていたでありますから。それ違うね、偏見だね。漫画の読みすぎだね。それこそその偏った知識はネットで得たんだよね。多分漫画喫茶って別にホテルじゃないからさ。私が呆れながら言うが、ソーニャは首をかしげた。漫画喫茶に泊まる人は多いと聞くが、あの椅子だけのところで一晩過ごすのは辛いだろう。でも意外と楽しいもんじゃない。それに子供が深夜の漫画喫茶に入れてもらえるとも思えない。当然ね。お姉様、よかったのでありますか。ソーニャは大きな目を丸くして再び首を傾けた。その質問の意味は分かっていた。昨日約束をしたのだ。約束？ソーニャと一緒に少しだけれど日本を案内してあげるって約束だ。日本語ができるとはいえ、見知らぬ文化では不便も多いだろう。それに何より、一人よりも二人の方が楽しいでしょ。お姉様、優しい人に出会えてソーニャは嬉しいです。それだけでも日本に来た甲斐があるってあります。感動するのはちゃんと思い出を作ってからにしなね。日本って言っても東京だけだから案内できるところは少ないけどさ。選定の期間中思い出を作ることには意味がある。ソーニャが日本を、外の世界を旅したいという事実は、私が最後の一人になれば思い出として残るのだから。あ、でも昨日言った通り学校があるから夕方に新宿駅で待ち合わせだよ。はい、であります。ソーニャはにっこりと笑うと手を伸ばして元気よく返事をした。いい子だ。その笑顔の裏に隠されているものに私はまだ気がついていなかった。どういう展開だそれは。おいどういう展開だ今の。なんか意味深なこと言ったぞ。おはようリンカ。